ははいこんにちは、うん、今日はね、あの、積分と、えー、通称6分の1の公式。で、面積求めるっていうね、えー、そういうものをいこうかなと思います。でね、これはね、めちゃくちゃよく出てきてね、サムネにもあるけど、30秒。たった30秒。つまり、まほとんど瞬時というね、えー、そんな感じで出せるようにしとくといいかなと思います。はい、問題こんな感じです。あのね、えー、放物線があんねんけど、えー、そっち側は、えー、x2 乗の係数、2x2 乗、そこしか分かってないと。 えー、A と B って書いたけど、まあそこはよう分からんというね、えー、こんな感じでね、ね、えー、いうふうに思えば OK です、ね。で、片っぽは直線やねんけど、GX の方っていうのは、それはね、具体的な式は一切分かっていないと。そういう状況で、えー、実は1と2っていうのが分かっていたら、斜線部分 S が求まるというね、それをしっかり押さえておいてほしいね。ねうんえー、直線の式出す人とかいるんやけど、そんなん出さなくていい。ね はいでね S というのはどういうふうにして出てくるかっつったら1から2までやねんけど上にあるものねこの1以上2以下で1と2の間かで上にあるものっつったら直線の方が上にあるから GX と置いて GX で放物線の方が下にあるから FX と置いて FX で、これを積分すれればいいんやけど、えー、これを求めて、これを求めて、引き算して、積分するっていうことをせずに、しなくて、えー、それは何でかっつったら、この G-F というやつがね、パコッとわかるんやよ。わかんねん。なんで、個別に出して出して引き算してたのか、そんなやらなくていいのよ。G-F を積分すればいいんやから、そこの G-F がパコッとわかるんやよ。 さあ、で、まあ一応ね、G、G-F って何かって言ったら、さっきも言ったけど、1と2の間で上にあるやつから下にあるやつです。で、そしたらここにね、ピンクの線分書いたけど、そこの縦の長さやね。になるわけね。上引く下で縦の長さやね。ね。なんで持って、その後、積分っていうのはここに DX っていうふうに書くんやけど、これはね、無限小の X の横幅です。えつまり、ピンクね、の長方形の面積、横幅めっちゃ細いの。 うん、で、縦掛け横っていう風にするんやね。で、これで長方形の面積を、えー、これ寄せ集めましょうっていう S、ねえー、サム、シグマ。ね、そこから、えー、こうやって作ってます。まあなんでこれ書き忘れねえけどね、最初ね。書き忘れるけどおかしいよね。そしたらね、長方形の面積を寄せ集めっていう風に、えー、ならないもんね、DX なかったらね。えー、なんで、えー、この辺な,なんなんこれっていう風に思うけど、えーとまあ、こうやっていくつ一つ一つ説明していくとだんだん繋がってくるから、ね。 はい。うん。で、そこの横幅が無限小の長方形をここから1から2までブーこうやって長方形の面積を足し合わせると、えー、この S になるよっていうふうに記号を作ってある、ね。はい。さあ、で、さっき言ったように G-F は上図からすぐわかります。答え、こんなんです。G-F はマイナスに括弧括弧コこんなになります。えー、理由はって言ったら、さあ、この理由しっかりとね。うん。 えっとね、1と2というのはね、えー、y コール fx のグラフと y コール gx のグラフの共有点の x 座標。ちょっとそれ書いてみる。ねえー、y コール fx, y コール gx 連立するやんか ?y 消去するやん。ほんなら、えぇ、ー、と、ちょっと f 引く g でもいいんやけど、今、えぇ、ー、と、この問題文にね、g 引く f でこう出てくるからね。えー、その関係上、えー、g 引く f イコール0っていうふうにするよ、ね。うん。で、その答えが図の中に書いてあるのよ。 えっと、1と2。えなので、ここからピヨーンってこっち側来て、X1 と2って図の中に書いてあるやんか。ね。解分かってるやんかってなるわけ。なんで、X が1と2って分かってたら、え実はこれ G と F って両方とも正式多項式やから、えー、まあこんな風になるわけね。1行前は。 正確には因数定理というやつです。x-1、x-2 と因数を持つというね、因数定理っていうのを使ってます。多項式、正式の定理です。まあ、それは置いといて、えー、っと、えー、だいたい多くの人が、まあ、すぐこうやって納得してくれます。ただ、イコールゼロになってるもんやから、なってるもんやから、これ、両辺何かで割ってるかもしらんわけやね。なんで、この g-f とこれが一緒とは限らないわけよ。 両辺なんか2で割りましたとかね、2かけましたとか、そんなんあるかもしらんからね。だから、X2 乗の係数、最高時の係数見るんやよ。G って何やったかって言ったら、これ、直線の式へ。そんなん X2 乗なんかないよ。一時式へ。なんで0、0、X2 乗。0引く F の方が、X2 乗が2円。0引く2でマイナス2円。あそう、マイナス2で割ってたのってなるわけね。 なんで、ここからこういう風にして、なんで、ピンクとピンクが一緒っていう風にするんなんで、ここからピュッとこうやって来れるようにする。これが大事。これが、まあちょっと難しいかもしれんけど、えー、でも、できる人もすぐできます。なんで、ズームて1と2があったら、こうやってカッコカッコにする。x2 乗を見る。えー、0引く2でマイナスに、カッコカッコ。こうやってすぐやってしまう。を積分する。いけそうな,んなら g いらない。f もいらない。 g-f はわかる。なるほどね。はい。まあ、てなわけで、ちょっと進んでいくと、えー、上引く下 g-f っていうのが、さっき言ったみたいに0、0-2でマイナス2に、かっこうかっいうふうにして、出来上がるわけやね。で、そうすると、通称6分の1の公式の形になるわけ。マイナス2前出して、そうすると公式の形。というわけで、マイナス6分の1、β-α3 乗。書いた通りね。 これは頭の中に入っている人が多いやつです。はい。で、そうすると、えー、答えがこうやって3分の1っていうふうに出てきます。で、公式はね、見ての通り、マイナス6分の1っていうね、えー、マイナスが入ってるから、だから、えー、この通称6分の1の公式っていうのを面積で使うときは、必ず緑、負の数と掛け合わせて、負かけ負で最後は正っていう形になる、ね。そこを注意するんやね。それをちゃんとできるようにね、する。 なんかね、参考書に結論だけね、パーンとしか書いてなかったりもするんやけど、もちろんそうやって出すっていうのはいいんやけど、早いこと出せんねんけど、訳わ分わからずに答え出しても、やがて行き詰まるから、だからちゃんと訳わ分わかって、パッとこれができるようにする。これで30秒、ね、する。ね、G-F がこういう風うになるよマイナス 2× かけ公式で3分の1答えが正だよ。ということです。ね、はい。負かけ負です。ここ、負じゃなかったらおかしいです。面積負になってしまう。おかしい。 なのでね、風け符でセ、はい。ということです。うん。で、まあちょっと参考でね、最後 A と B の話を言っときます、ね。うん。えっ、ー、とね、A と B っていうのはちょっとどんなのあるかっていうのを考えてみたら、えー、そうやね、GX 出そうと思うよ。えっ、ー、とね、直線 Y これ FX が2点、えー、X が1の時に Y ここ代入して2、2たす A たす B。X が2の時は2代入してこう。 を通るかからら傾傾ききがが上っっててやだから、えこんなんなるんやね。Gx の式出せばね。出さなくていいんやよ。出せばこんなんなんね。で、G'F 計算してみよう。ほんなら、G、G'F 計算したら、何や、えー、?G'F でマイナス 2x2 乗かで、えー、っと、A、A'6 から A を引くのかで、6か。B'4 から B 引くのかマイナス4か。 マイナスでくくって因数分化したら、まあ、こうなるんやけど、さっき考えた通りやねんけど、な GX 出す必要がない。ない。ね。それを解く。最後にもう一回元戻ると、これ。これを30秒で。ね。うん。えー、この図見て、いきなりなんかよくわかんないけど、答えパーンっていうよりかは、これをやる。しっかりやる。ね。うん。二次の係数、0-2でマイナスに、えー、カッコカッコ、1と2。共有点の X 最後やからね。ねうん。 はい。んで、マイナスに前出して公式です。ピンクがこうなるのは、えー、さらに一つ前、ね。ここ。これ。これがまあ一番自分の中でわ分かりやすいと思ってる。ここ。これなかなかね、えー、しっくり来ない人がいると思うから、えー、ちょっと何遍も折ってもらって、えー、それで、うん。はい。G-F をちゃんとこうやって書けるようにしましょう。はい。そういうことです。ねうん、なので、これがね、えー、と非常に大事な話なので、うん、まあこれ練習してみてください。よし。じゃあ今日ここまでにしましょう。ありがとうございました。